アルゼンチン国鉄はアルゼンチンの国有鉄道である。ここでは主に2015年に再び国有化された貨物鉄道、旅客鉄道についてを述べる。1949年にアルゼンチンの鉄道が国有化され、旧アルゼンチン国鉄が設立されたが、1993年に右派政権の新自由主義民営化路線に沿って民営化、解体された。 旅客路線の多くが廃止された。2003年に誕生した、左派政権のネストル・キルチネル政権によって、国有化による鉄道網の再構築、整備が表明された。そして、クリスティーナ・キルチネル大統領によって2015年に、再び国営化され、新アルゼンチン国鉄が設立された。3つの子会社に分かれ、 旅客部門は2008年に設立されたソーフスが運営し、アルゼンチン国内の旅客鉄道、ブエノスアイレス近郊鉄道を運営。貨物部門は2013年に設立されたベルグラのカーガス・ワイ・ディジスティカが運営。インフラ整備部社に関しては2008年に設立されたアデフスが運営、維持管理している。徐々に路線の運行を開始する予定となっている。 旅客部門は2008年に設立された、子会社のオッペラドラ・フェラビアリア・ソシエダ・デル・エスタドが運営し、アルゼンチン国内の旅客路線及び、ブエノスアイレス近郊鉄道を運営している。運営範囲は、ブエノスアイレス州、チャコ州、コルドバ州、エントレリオス州、サルタ州、ネウケン州、リオネグロ州、サンタフェ州、トゥクマン州、トレン・デル・バジェに使用される。 アルゼンチンのマターファー製の機動車 CMM400 からにプエルトティロル駅に停車中のスペインからの中古機動車ポサーダス、エンカルナシオン国際列車ブエノスアイレスとバイアブランカ、コルドバ、フニン、ロサリオ、サンミゲルデ・トゥクマウなどの間でで運行されている。ありがとうございます。